Google TV は Google によるスマートテレビのプラットフォームである。なお、開発者サポートは終了し、後継の Android TV に移行されている。Google が Intel、Sony、Logicool と共同展開したスマートテレビのプラットフォームである。Google の Android OS と Linux バージョンの Google Chrome を統合し、既存のインターネットテレビや、 ウェブテレビサイト20フット UI を搭載した双方向テレビの機能を付加した。2010年6月にソニーとロジクールから Google TV を搭載するの初めての公式端末が発売された。ロジクールは営業利益で1億ドル以上の損失を計上したことを理由に Google TV 搭載端末の生産を継続しないことと同社が生産していた。 Google TV 搭載端末レビューの生産を打ち切ると2011年11月に発表した。同社から今後の計画についての発表はない。しかしながら新しいパートナーに。Google TV には Google が提供する既存のサービスが多く盛り込まれている。Google の Android OS は開発者に対してシステムの機能性を拡張するアプリケーションの開発を 可能とするプラットフォームとなっている。Google の Chrome ブラウザはインターネットへの入り口となっており、利用者はウェブサイト閲覧とテレビ視聴を同時に行うことができる。Chrome ブラウザを通じて HBO や CNBC などの放送局にアクセスし番組を視聴することも可能である。また、パートナー企業はそれぞれが提供するコンテンツにアクセスできるように 利用者に対して独自のアプリケーションを提供している。ネットフリックスを例に挙げれば、同社の豊富な映画、テレビ番組の品揃えにアクセス可能なアプリケーションを提供している。Google TV の端末には、クワーキ配列のフルキーボードが同梱されているが、Android と Apple のスマートフォンを Google TV のリモコンとして利用することもできる。2011年11月に行われたアップデートで、 アンドロイドマーケットへのアクセスが可能となり、テレビ放送、ネットフリックス、YouTube、HBO 号、その他からコンテンツを検索することができるようになった。ソニーインターネット TV、GoogleTV のプラットフォームは、Google からパートナー企業に OEM 供給されている。以下のパートナー企業によって、今週ーマー向け端末の第一世代が生産された。 プラットフォームは X86 ベース。以下のパートナー企業によって、コンシューマー向け端末の第2世代が生産された。プラットフォームは ARM ベース。ケーブルテレビ局や他のコンテンツ配信事業者は Google TV に対してさほど積極的ではない。NBC や ABC、CBS、Hulu などは Google TV の発売以降。 自社が提供するコンテンツを Google TV 搭載端末によるアクセスからブロックしている。また2010年11月22日現在、Google TV 搭載端末はバイアコム参加のすべての番組へのアクセスを遮断されている。ケーブルテレビ局に関しては、Tish Network が唯一 Google TV を容認しており、ロジテックレビューの割引サービスも展開している。6、バーシー。 アップルも Google TV と同様の機能を有するハードウェアを販売している。また Google TV 公式プラットフォームと同様の機能性を持った Android 搭載マートテレビ端末も数多く存在するが HDMI パススルーやテレビを使用したユーザーインターフェースがないことが特徴的である。ありがとうございます。